南部顎を乗せても遠ざかる足。飼い主さんとめげない頑固の攻防にほっこり音符。こうしてる時間が一番好き。飼い主さんの足に顔を乗せ、のんびりとくつろぐワンちゃん。このポーズは、ワンちゃんのお気に入りのまったりポーズなのです、おんぶ。あれ？足がなくなっちゃった。すると、ふといたずら心を起こした飼い主さん。そっと足を動かし、ワンちゃんから遠ざけてみます。仕方ないな、から。素敵な顎置きを失ってしまったワンちゃんは、むくりと体を起こします。さて、どうするのかな？と見守っていると、よいしょっと。のそのそと距離を詰め、再び顔を足の上にセット。何事もなかったかのように、まったりタイムを楽しみ始めました、音符。あれ？また。ワンちゃんの可愛らしい対応に、飼い主さんはきっと胸キュンしたのでしょう。もう一度、そっと足を顎の下から外してみます。おかしいなぁ、から。すると、やっぱりそそそっと近づいて、ポフッと顔を乗せるワンちゃん。これは可愛らしい山猿坊さんですね、音符。うから、むこれは、もしかして。飼い主さんの足がどれだけ逃げても、粘り強くの血を追っていたワンちゃん。しかしさすがに何度もまったりポーズを崩されると、あれ、と思った様子。動きを止め、何やら考えていますね。いやそんなわけないよね、音符。もしかして逃げられてる、と頭をよぎったに違いないワンちゃん。しかし下した結論は、まさかね、気のせいでしょ、音符、だったようです。ワンちゃん、ナイスポジティブ。懲りずに、飼い主さんの足に顎を乗せ、まったりタイムを再開したワンちゃんなのでした、音符。飼い主さんとワンちゃんの静かなる攻防はこちらから。最後には、無事、まったりできる顎置きを確保できてよかったです、音符。